状態を見て、あ悪かったなって時にあのロゴを入れたりとか、うん、リマラーズを入れたりとか、そういうやり方を、ね、はい、あのまあ正直あのまあこれぐらいの面積だとどうしても土壌分析しても、まあ結局土壌分析の一部の土を取るだけなので、まあ、正確な数値はどうしても出ない、うん、どうしてもあのあと、まあ、分析方法によっても偏ってきますから、解けるもの、解けないものがあるんで、あの正直、まあ、100% ではないということもあって、まあ、あのうちは、まあ、作物を見て、やっぱりどうしても決めてはあのいます。はい。